はい、生地の仕上げは刃物でカットして終わりです。ペーパーサンドペーパーかけるとなんていうか漆の食いつきが悪くなります。それで刃物で銅管をきれいに切ってよく吸わせて、その吸わせることで剥離しにくいものを作るために、まあ触った感じ、ちょっと触ってもらったら分かるんですけど、割とツルツルなんですけどね、手に引っかからないようにきれいに削りますね。でこの飲み目の跡は残した感じで、仕上がるとこういう感じの表情になりますね。同じ栗材ですね、形が違います。これはレンゲタイプって言って、液体、まあスープと固形物、具が一緒にこう乗ってこう流し込んで使うタイプ。これはもう普通にザラザラっと使うお雑炊とか、僕はお茶漬けによく使ってるタイプですけどね。これ一番グレードの低い粒子、裏目って言います。こんな色してる。漆を塗る時のそのハケを洗う漆ですね。片漆っていって幹から取る漆の最後に取れる漆ですね。いちごだったらジャムにする、季節のやつですね。でちょっとかぶれるとあれなんで、こんな感じで匂いをあんまり近づけないで匂い嗅ぐと少し甘い香りがします。でこれ国産漆なんで、すごくいい匂いですね。まあ、こんな今は中塗りの状態ですね。塗り重ねを重ねていって、厚みをつけていくと途中で。